待ってんだよこれ。ボロボロになるまで待ってんだよ。なんだかんだ言って待ってんだよ。もう普通もう最後にやってくれるぜ。最後に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 考えてお前振り長いから。もうほらほら言っていった言っていった。はい、お願いします。やめろこの変な。もうこの季節じゃないです。変なお前なんかスリッパみたいな。やめろよお前。落ち着いて落ち着いてタバコ吸って落ち着いて。いや落ち着いて。貸してくれんのかなネタ。はい、ビール頼むなお前。相当な泣ける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 。誰か目薬買ってきて。何ファウルだけだ。目薬誰か買ってきて。どうぞどうぞ。いや僕もいない。タバスコタバスコの方がいいんじゃないですか。1、2、生3つのこれ聞きますね。生4つのカシュー1つ。最近はもう条件関係ないね。もうないね。なんだか全然ないね。泣いてるフレグルしてた。はい、花さんに関して花から来る。花から来る。花さんは花から来る。まあこれは多分いいタイミングが来てやん。前話してごめんなさい。話してごめんなさい。翔さんはこのパイでお前から泣いてるフレグルしてください。ここはない、ここはない。でも最後だから、こいつは。今投げてきた、硬いから。泣いてるふりくらいして。もう二度と会わないかもしれない、本当にね。まあどうなるかわからない、みんな死んじゃうかもしれないし、もう事故あるかもしれないし、いっぱい。事故あるかもしれない。ひどいね。ひどいよ。だから二度とないかもしれない、このメンツで会うのが。事故は俺もやっとっつんだよ。あいさん死んだら会いに行きます。最後二度とふざけたらぶん殴る。死んだら会いに。とりあえずお前、とりあえずお前同期、お前から立ってちゃんと最後締めて。締めはやっぱり締め、ね、自分の締めはやっぱりそれはもう取れないっすよ。あいさんいいんだいいんだ、お前いいんだ。あいさん取れないっすよ。俺は親父が死んだ時言うから。それもひどい。そんな死んだお前の方が早く死ぬかもしれない。締めなんかそんなあやさん差し置いてできないですよ。今日は特別はいつもチャラチャラないけども、今日はちゃんとまさきの時間ないから福田まさきの巻きでお願いします。最後だから巻きでお願いします。特別会だから巻きで。新さん、ちょっと説教しちゃうよ。なんで俺なの。俺説教しねえよ。いやマジでお前ちゃんとちゃんと挨拶しろ。いいよ、そういうのは電話いいんだよ。みんなの前でやるのがいいんだ。俺は伝統だから。みんなの前で他の時もこんな細かく説明するの俺。でもね、本当に俺お前福田行った方がいいよお前。福田お前これね、お前の今までのこのブランクも考えて一応ね形的にお前行った方がいいよ。ああ一言でいいじゃん、一言でいいじゃん。いいの最後こいつの最後だよ。ほっといてな。ってことで何お前下の前でも生きがあるんだよこいつは。お前、一人で生きていきたいよ。俺は最後、俺は泣いたよ。俺は最後泣いちゃったけど、はい、あ俺は泣かないからいい。そう、俺も今日いい。逆だから。こいつ、されよがだから。西江さん、ありがとう。すみません、失礼します。言った方がいいよ、お前。一言でもいいから、一言でもいいから言った方がいいよ。そんな重大な任務を俺やっておけよ、お前。ウクライナ、ウクライナどうにかしろなんて言ってないし、お前。いや、ダメやろ。伝わった、伝わった、伝わった。それだけです。そんなのはどうでもいいから。一緒に暮らした仲だから。一緒に暮らしてるじゃねえか、お前。そうだよ。このために今日集まったみたいなもんだよ。さ、どうすんだよ、通話どうして。すげえ部屋綺麗だったよな。お前の部屋ってすごい綺麗だった。うちの部屋行くとさ、飲み物買うんだよな。バーテンダーみたいな。すみません、失礼します。ここらテーブル対応してると酒置くとこじゃねえんだよ。バーテンダーうわぁ、バリッと締めながら。うまい、うまい、うまい、うまい。仲良かったんだろうな。こう危険なことはいらないって言うの。もうこれ十分っすよ。分かりました。はい、自分の人生
てもな、はい、一緒にするためにもダメなのもあるんだよ。ダメっすよ。でもマジだね。お前でな、おう、新さんから一言だよ。俺は別にどうでもいいんだ。大事なことなんだから。うわー、だってこれかー。マジかー。マジかー。何でもいいよ、お前ちゃんと言え。出ちゃおう。マジかー。出ちゃおう。そうだよ、お前一言でいいんだよ。本当だよ。うん、いいよお前。ケータ。はい。コインに起こして。入れてるよとかいらないから。そうそう。コインに起こした方がいい。コインに起きろ。よく覚えてるね。口癖なんだこいつは。大丈夫ですか、大丈夫ですか。言わねえと言えよかお前。この前で言ったことはなかなかないんだから。自分を見つめ直して。何、小池も言うのかその後に。言えよ、ちゃんとお前も。本人はいいとして、まあいいよ。ちゃんと真面目に言え。言え、ちゃんと。真面目に言うことにも。あーあーじゃねえんだ。お前も立ってちゃんと。いいよ、もう一緒。同期なんか目線合わせて。目線合わせて。彼女、見頃で。あーあーって。いいから、立て早く。はい。あー。クシャン、ちゃんとやれよ。いいんだよ、お前本気になるまでかかるよ。ちゃんと言え。同期ほど気まずいもんねっつうの。気まずいけど最後に言わなきゃもう会わねえかもしんねえんだから。そんなに死ぬほどの根性あるわけじゃないだろ。大したことないよ。言葉ってのはそれぐらい重みがあるから言えないんだよ。ケータガスロ、はい、もう一杯飲まないと言えねえってお前、はい、やっぱ男ってそういうの意気があるんだよね。ありがとうとかさ言えないんだよね、簡単には。うるさい、一番うるさい。フォローしてあげてんじゃん。感想、本当だったら今ね、本気で俺はぶっ飛ばそうかと思ったけどね、あまりにも言わないから。うるさい、ちゃんと。うるさいとか言われてしまう。いやでもそんな難しいことじゃねえと思うけど。逃げ出したこいつも生きがいやじゃん、昔から。あーそうですね。逃げ出すも何もお前よ、お前。よし来い、よし来い、よし来い。だけどいいけど、よし来い。逆だったら絶対投げないよ。分からなくないでしょ。分からなくないでしょ。いやそれ言っちゃうけど、そういう時はもう見てただろお前。何が、俺が最後の時。何が。いいじゃないか。おい、お疲れっす。はい、お疲れ。カッスリ気があるのすげえな。ゴロ、ここはお前突っ込むな、もう。長くなるよ、もうどんどん突っ込むとは。でもさ、青井にさ、青井さんもじゃあもう最後行きましょう、もう。いや、違うよ。普段行け。こいつな、こんな美味しいカッスを飲んだことないんで。これ、今の今のいいっすね。どっかのどっかのおっさんのガヤよりマシですね。美味しかったろ。ありがとうございます。味がうまいじゃなくてみんながいるからうまいだろってことだよ。でも美味しかったんだよ、こいつは。こいつはじゃねえな、福田も。この4年間か5年間な、消えた。これは一番美味しい菓子だろ。うまくまとめれる前に。その後、美味しい菓子を飲んで。長くなるよ、お前、早くしないと。何言ってんだ、お前。まあ、俺の葬式の時はあんまりしないんだよ。ちょっと黙ってください。俺の葬式の時は。すいません、お前さん、ちょっとだけだわけ。泣くんじゃないよ、お前。きついな。こいつきついな。今だよね。今だよね。ああ気まずい時もあったな。今だよね。ビリヤードも行ったな。よくチャネコにケツでな。
く飲んだな。飲んだね。カラオケも行ったな。来いよ。お疲れ。お。それか結局。きついなこれ。きつい。結局それか、はい、ありがとう。はい、普段そんぐらい中ぐらいいくらでもするのにお前これにそんな時間かかるか、まあ、確かにいくらでもするっすね。いつもしちゃいけないかそれ。最後することじゃねえじゃねえか。最後だから散々してんじゃん。いつも最後だから散々してる。もう言葉に表せないってことだろうけど、じゃあしょうがない。最後にやっぱね、鳥はしょうがないな。あのハゲに人の子はもう器になってくるとそんなのどうでもいいのなっちゃうから。そこのね、乳首立った人に最後にまとめてもらいましょうか。そうそう、味わわしてあげないとダメかなと思って。強制的にだからまあここでやっぱり締めよう。締めよう。この間じゃいらなかったんですよ多分。この間にいらなかったんですけど、この罰ゲームみたいなもんだ。締めよう、その乳首立った人にお願いしましょうか、最後に。まあそれ無理っちゅう話だよ。まだ言いたいくせに、本当にもう欲しがりや、欲しがり、欲しがり、欲しがりだよ、欲しがり、欲しがり、もうじゃん。なんかもうこんぐらいになるともうどうでもよくなっちゃう。お腹いっぱい離れすぎちゃって。ありがとうございました。みんなに乳首をこう欲しがり、欲しがり、いじられたがり、いじられてじゃん。だから同じ現場離れてやっぱね、薄れるよね。言いたいことあったらもういじられた。10時間でも20時間でも一回だいぐらい。それゲームにあるわ。この前亡くなってなかった。なあ、だからバカやって、国分寺に行くもんじゃないと思った。国分寺はダメだ。だから黒もね、楽もね、目の前にあればいいけどね、離れちゃうとね。心配してもしようがなくなっちゃうから。始まった。およっ、よっ、よっ、大統領、よっ、よっ、なんか最後は泣かしてくれるんだろうな。大統領はな。いや、だからそれも最後はやっぱりお前が地元でなんかあったら俺は命をかけて助けに行く。僕もいただきます。冗談じゃないっす。それぐらい冗談じゃないっすよ。あれぐらい、あれぐらい命もらう方が。いや、俺は死なないけど、それぐらい。じゃあ来て、俺は松田来て、もうやってきたなと思って。松田来て、一人な。まあもう嫌な思い散々したんだろうけど、それぐらい嫌な思いを察したからこそ思い出も強くなっちゃうから、何かあったらもうすぐ行ってやるよ。いや、嫌な思いなんか、この心臓ぐらい100個でもいくらでもくれてやるぐらい。腐る心臓いらん。それぐらい思いがあるよってことだよね。いらない。それはしてあげた方が思うことだって。お前もそんな思いを向こうに帰ってから後輩とかにしてあげなさいという。まあ少なからず親父はもうここのみんなに何かあったら本当に命がけでやってくれるはずなんだよ。後輩じゃねえ、子供だよ。見てください。まあ船長っつうの危ないから、韓国の船長も胃の一番で逃げたから、そんな感じかもしれないけど、いや、そんな感じで俺は助けますよ、お前のことは。離れても いらないです。いらないように自分一人で男なんだからもう頑張って、それでも男がつまずく時はある。そしたらやってくれる、もう口だけだけどね。いや、いらない。なかなか言えない。口だけでもいいじゃん。人の命なんかいらないっすよ。まあ、あげないけど、はい、金かかるから。それぐらいの思いだよってことだよ。思いです。当たり前じゃん、お前。何年一緒にこんなクソ大変なことやってたみたいな。全部あの親父に文句言えよ、お前。松田人いないよ。金もなく楽しさもないのだけど、その絆だけは親父教えてくれたな、みたいな。親父が教えたことじゃないけど、仕方なく覚えたみたいな。絆がねえとこの会社にいられねえみたいな。絆がねえと仕事できねえだろみたいな。やっぱチームワークだよな。でもそれはさ、大事なことなんだけどさ、これちょっと変なところだよな。
苦しい時でも苦しい。